はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、リクエストありました。ありがとうございます。指名ビールのね、ブルー。指名ブルーってやつですね。長期熟成ナチュラルビール。輸入者。日本ビール株式会社。となってます。指名ビール、指名ブルーの、2015年。バージョン。容量が 330ml、アルコール度数がなんと9度。原産国が、ベルギー。で、原材料が、大麦麦芽と小麦麦芽とホップと糖類。糖類入ってんのか。ここ裏になんかいろいろ書いてあります。8世紀に、なんとか、ベネ、なんか長ったらいいな。濃厚ボディでハーブが効き、香味がバランスしたブルーは肉料理、肉鍋料理や、食後酒、ご就寝前のナイトキャップに、ご賞味適温10度から12度。10度から12度。ほとんどあれじゃないか。常温じゃねえか。これ0度ね、0度の冷蔵庫に入れといたんだ。大丈夫。まあいいや。それでは、飲んでいきましょう。これ、値段が400円ぐらいだったっけ。確か400円ぐらい。でした。おほほ。なんか勝手に、プレミアムモルツの、カウプレミアムのグラスで、いただこうと思います。あー、濁ってんね。結構泡立つね。泡立つね。まあ、冬の、今、気温が8度だから。ちょっと暖房つけて12度ぐらいだから、それの室温ぐらいでしょ、多分。今気温8度だから、適温ではない。ですけど。まあでも値段高いですね、指名ビール。一番高いんじゃない？400円。イオンで買いましたけど。じゃあ乾杯。まあ確か指名のホワイトとブルーとレッドだっけ。3種類あるんだよね。その中で一番度数がこれ高いんです。アルコール度数9度となってますんで、ちょっと高すぎて全種類買いたくないので、で、どれがいいですかって、コメントの人に言ったら、ブルーでお願いしますって言ったんで。じゃあ、ブルーで。まあ、これが美味しかったら、レッドとかホワイト買いたいと思います。まあ、でも値段が値段だからな。うまいのは当たり前なんだよ。ああ。なんだろう、これ。度数が高い。アルコール度数9度でしょ。なんだけど、その度数っていうか、あ、アルコールの味だわっていうのが、ほとんどない。で、コクっていうよりは、コクっていうのじゃなくて、苦味っていうのでもないんだよ。なんか、香りっていうか、小麦の味がするんだよね。うん。これは大麦か。麦の味がする。大麦麦芽と小麦麦芽だから。まあ、大麦麦芽の味がする。
これは今まで味わったことないですね。今まで、いろいろビール飲みましたけど。まあ、高いのはそんな飲んでないけど。やっぱり、ベルギーだっけこれ。ベルギーでしょ。ベルギーはまあ、ビール大国ですから、ね。まあ。ドイツもベルギーも、あれだもん。ビール大国。ちょっとね、光にかざすとね、黒っていうだけじゃなくて、ちょっとね、ブラウンっぽい。わかるかな？で、濁ってんの、ね。白濁りっていうか、ちょっと白濁してる感じ。黒に、ちょっと白濁したなんか、小麦のね、銀河高原ビール、みたいな濁りですね。ああ。で、なんか、やっぱ香るんだよな。変な香りっていうか、独特な香りなんだよね。うん。濃厚ボディでハーブが効き、香味がバランスしたって書いてあるから。ちょっと日本語と、この人、これ書いた人、ちょっと、あれなんだろうけど。これ絶対これ日本人じゃないと思うんだけど。ヴィンテージ入り。濃厚ボディでハーブが効き、香味がバランスしたって。なんか、日本語、日本語むちゃくちゃやぞ。なんやねん、香味がバランスしたって。そんな日本語あるかい？伝わらんくもないけど。伝わらんくもないけど、これ絶対あれだろ、日本人じゃない。でも、味としてはすげえ独特です。今まで黒ビールっていうか、これ、シメイブルーは何ビールなのか知らないけど。まあ、色的に、ちょっと、ねえ、ブラウンっていうか、ブラウンっていうよりはもう、黒ビールの、あれなんだろう。シメイブルー。これちょっとわかんない。飲んだことない。この香りっていうか。シメイでは唯一ラベルにヴィンテージが入っています。あ、このブルーっていうのがラベルにヴィンテージが入ってるらしい。で、ヴィンテージっていうのが何なのかも全然わからない。俺は。なんだヴィンテージって。何言ってる？濃いルビー色の濃厚なボディとハーブが効き、フルーティーな味と香りのバランスが特徴の、プレステージの高いビールです。味わいはヴィンテージごとに異なります。何を言ってるの？あ、ヴィンテージって多分あれか、年代かな。ここにちっちゃく2015って書いてある。で、これが毎年当然違うんですよ。2014とか2013とか。あるんで。だから、そういうことなの。以前95、96、97のものを試しましたが、あまりの違いに驚きました。2000年ヴィンテージはそれまでのものと比べ、香り、味わいとともに複雑さがなくなっています。書いてありますね。多分、ヴィンテージっていうのは年代とか、なのかな。指名では唯一そのヴィンテージってか、ラベルにヴィンテージが入ってるってことは多分年代が入ってるってことなんだから。多分、年代ごとにその味が違うっていうことなんでしょうね。これは2015年バージョンってこと。多分、指名なんちゃらって、ホワイトとかは多分、何にも書いてない。で、これが、何ビール？トラピストビールだって。トラピストビール。なんだそれ。聞いたことない。トラピストビールだって。何それ。ウィキペディアがありました。シメイはベルギーのシメイ街にあるスクールモン修道院で醸造されるトラピストビールの名称である。修道院で醸造されるってすごくね？なんで修道院で醸造されるの？修道院ってあれでしょ？あれでしょ？僧侶でしょ？
指名として種類が4種類あり、ルージュ、トリプル、ブルーは一般販売されるが、奴隷のみ、修道院内での飲用と近郊のカフェなどでの限定提供が基本である。指名ルージュっていうのが多分、通称レッドって書いてあります。アルコール度数7%。指名の中で最も歴史が古く、他の指名の元となったと言われている。名称はレッドだが、種類はブラウンビールにあたる。黒すぐり、過去果実のフルーティーな、香味が特徴。適度に円熟された黒糖も、爽やかな味わいのバランスが取れているため、指名の中で最も万人向けとされる。ラージボトルは指名プルミエールと称される。つまり赤ラベルが一番万人受けと。で、指名トリプル、アルコール度数 8%、通称ホワイト。他のビールの3、4倍のホップを使用しているため、ホップの芳醇な香りが強く、味は苦味バシッたキレがある。ラージボトルは指名サンク3と称される。他のビールの3、4倍ホップを使用しているってすごいな。だから名称が指名トリプルなんだ。はあ。で、なぜか、指名ブルーだけ普通に指名ブルーなんだ。通称ブルー。なんで今までその指名レッドじゃん、レッドとか、指名ホワイトじゃなくて、その指名ルージュとか指名トリプルって書いてあるのに、なぜか指名ブルーだけ、指名ブルーっていう青のやつ。アルコール度数9度。通称ブルー。麦の豊かな香りと濃厚な苦味とコクを持っているのが特徴。色は深い、焦がし茶色。ラベルにはヴィンテージ、過去製造年が入っている。あ、やっぱヴィンテージっていうのは製造年。数年にわたり、熟成保存でき、生きた酵母の働きで味わいが変化する。あ、なるほどね。じゃあこれ、長期熟成ってか保存できるのか。でも賞味期限2020年12月31日って書いてある。ってことは2021年まで持つってことか。ってことは、6年近く持つのか。はぁ、6年近く賞味期限あるのすごいですね。これすごいですね。ビールで6年近い賞味期限あるってすごくねえか。だってこれ2015年でしょ。2015年の1月1日に買ったとしても多分2015なんですよ。で、2015年に買いました。2020年の12月31日、つまり2021年、約、2021年の1月1日近くまで持つから、ということでやっぱり6年持つんですよ。すげえな。すげえな。容量が大きいマグナムボトルは、発酵熟成、そして味が変化、違う。発酵熟成、そして味が安定している。ヴィンテージごとの味わいに違いがあるが、1年1回の生産でないため、ワインほどの差はない。ああ。それはしょうがないですよ。一般販売されてるから、それはしょうがない。マグナムボトルは指名グランドリザーブマグナム。そして、ラージボトルは指名グランドリザーブと称される。ってことは、一番この指名ブルーっていうのが、多分、いわゆる、まあ簡単に言うとレア。レアなんだろう。だって長期熟成できる、長期保存できる上に、その味が称されて、味がその、多分今から、今2016年だから、今2010年のやつがギリギリ飲めるんじゃない?賞味期限的に。ねえ。6年前のやつまで飲めるのか。すげえ話。ビールでだよ。お前普通のそこら辺の缶ビールなんてお前、賞味期限まあ、半年かそこらだろ。
会って1年だぜ。あ、これはちょっと、やばい。やばい、ちょっと興味出てきたね。これやっぱ、あれだな、指名、ホワイトとルージュ、じゃねえ、ホワイトとレッド。もうちょっと飲みたくなってきた。これはちょっと、あれです。コメントくださった方に感謝です。Thank you。あともう一つあります。指名奴隷というのがあるみたい。まあ、結局奴隷っていうのが、その、超激レア。これがレアだとすると超激レアのレベル。奴隷のみ、まあこれレアでもないのか。そもそも一般販売されてる時点で別にレアでもないのか。だってイオンとかで普通に売ってるもん。で、奴隷のみ、修道院内で引用と、近郊のカフェなどで限定っていうから、もう超限定、超地元限定ってことです。奴隷、アルコール度数、4.8%、通称ブラック。ああ。シメルージュと同じものから作られるが、スパイスを加え、軽く仕上げたものとなっている。色合いもシメルージュより明るい。ということは、ああ、ちょっとだけ濃いビールみたいな感じ。普通のビールにちょっと色を、ちょこっと色をつけたような色っぽいですね。それぞれマグナムボトル、過去 1.5 リットルと、ラージボトル、過去大瓶、0.75 リットルにはコルク栓が使われている。小瓶は 0.33 リットル。でもこれは結局ほら、この指名奴隷ってのは、ね、確かに入手するにあたっては超激レアだかもしれないですけど。多分、その、ただ単に地元限定ってだけで、あ、多分そこまで、なんていうかな、崇高に扱われてないと思うね。これは完全に。うん。多分、その、地元民のための、その、ビールみたいな、その、普通に飲まれる、その、ビールみたいな感じで、多分、供されるんだろう、とは思います。うん。だから、わざわざ、まあ、別に激レアっていうか、その、多分、希少価値としては、あるのかもしれないけど、多分、値段的には多分、かなり安い方だと思われる。多分、指名ルージュよか多分、レッドよか多分、安いですよ。っていうか、一番多分4種類の中で多分、一番値段としては、値段つけるとしては多分、一番安い。原材料的な意味でね。プレミア価格は知りません。プレミアつけるんだったら確実にこの奴隷っていうのが多分一番プレミアなんだろうけど、当然手に入らないから。へぇ、なるほどね。面白いですね。やっぱ日本と違って、外国のビールってなんか、こういうさ、ウィキペディアに載ってるからわかるけどさ、こういうの載ってなかったら全然わかんないもんね。当然その、だって、普通に考えたらこれ、なんでビールがさ、修道院、まあ日本で言ったらお前、寺だよ。寺でなんで醸造されてるんだよっていう話だよね。まあ、そこら辺やっぱり文化の違いなんでしょうけど。結局ベルギーでは普通に修道院で、とかで醸造するっていう、そのなんかあるんでしょうね。なんかわかんないけど。そういう別に、そんなしたことじゃねえっていうことなんでしょう。日本で言ったらお前、なんでお前、な、寺にお前醸造のその機械とかがあるんだよって話ですよ。やっぱこういうのを通じてこのウィキペディアをね、見てこう想像して、その頭の中で、あーって、結構今思い浮かんだもんね。結構ね。旅したもん。こう頭の中でこう想像してさ、たかがビールですけど、
これをこう、当然日本のビールなんていうのはまあ、あれだよ。単なるピルスナーだから、ゴミみたいなもんだと思うけど。結局そのベルギーとかドイツとか、ああいうその、もう、さあ、なんていうかな。もう国自体がもう、ビールに命かけてるような国だから、そういうとこのビールっていうのは、やっぱ面白いですよね。本当に。想像するだけで結構楽しいです。これはマジで、俺、締めビール、本当に、今まで全然飲んだことなかったから。ガチで。ただ高いっていうだけで、あ、高えわって。だって、日本のビールしかほとんど飲んだことないから、だって日本のビール200円でしょ。これとる容量同じで180円ぐらいだわ。ね、そう考えるとさ、お前、海外のビール、は?って感じ。何が違うの?バカじゃねえって。なんでお前、200円のやつ400円出して買わなきゃいけないのバカじゃないのって。容量的に、ね、日本のビールだったらお前200円で買えんじゃんって。さあ、思ってた俺がちょっと正直言ってあれだよね。恥ずかしいぐらいですよ。マジで。本当に。もうぶっちゃけた話、なんか、日本のビールあらかた飲んだけど、なんかぶっちゃけこんな、その感動したビールないんですよ。ここまで。その地方かどうか知らんけど、そのさ、ベルギーのさ、ところまでこう想像してさ、頭の中でこう旅をして、ああ、こういうとこなんだろうな、みたいな感じで、修道院で醸造されて、で、修道院が多分飲んでるような、ね、こう頭にこう思い浮かぶじゃないですか。ね。いやー。日本のビールとはなんか、スケールっていうかもうあれだよね。スケールも違うし、もうなんか味もなんか違うし、ぶっちゃけて言うと日本のビール全然面白くない。バカみたい。なんか日本のビールを買ってたのはバカみたいに思ってくる、ね。ぶっちゃけ。本当に。なんか俺動画上げてて、ほら。まあ動画上げてて、ね、酒、ビールとかね、いろいろ上げてて、しょうが、申し訳ないけどさ。本当にさ、何あれっていうビールは。っていうか、もう、あ、こういう味ねって。もう味って、日本のビールってもう大体お決まりなんだよ。もう。ほとんど味がね、もう、全部で3種類ぐらいしか味ねえの。簡単に言うと。大まかに分けると。ああ、こういう味ね。ああ、はいはい、はい。はいって。で、もうコメントにも困るわけよ。こっちとしても。ああ、これあれと同じようなビールですね。とか。言うわけですよ。ああ、これ飲んだことあるわ。ああ、こういう系のビールね。ああ、はいはい、はいって、いう感じなんですよ。本当に。マジで。なんか、バカらしくなってくるよね。なんか、同じようなビール飲んでて、なんか、それでなんかさ、しかもさ、値段が値段でさ、お前、キリンのグランドキリンとかさ、アホみたいにさ、出すでしょ、あれ。アホみたいなさ、ゴミみたいな、なんか、正直言って、グランドキリン好きな人、いたん、コメントであったけどね、その人に申し訳ないけど、言わせてもらうけど、マジでグランドキリンとかは、ただの、名称の、語って、とりあえずなんか、種類だけ出して、なんか、全部限定にして、みたいな、感じで、もうとりあえず、その時だけ、新製品って出せば売れるっていうのが分かってるから、はい、新製品出して、はい、次また新製品です。はい、また新製品です。みたいな感じで、こう、ガンコンコンコンって出してる、バカみたいな、クソメーカーだと俺は思ってます。グランドキリンシリーズ。
あれは本当にキリンのあの、汚名だと思うね。あれはマジで何個出てんだよ、あの、グランドキリンシリーズ。お前、そのために俺全部買ってんだぞ、お前。わざわざお前、コンビニで250円出して、あの、ゴミみたいなさ、また飲んで、こういう系ね。わかりました。もう味もだいたいもうレパートリーも尽きてんだよ。尽きてるっていうか、もうだいたい日本のビールなんて、お前日本で売ってるようなビールなんて、お前3種類くらいしかないんだよ。お前、味なんて。もうだいたい飲み飽きたんだよ。お前、それに比べてこれ見てみろ。お前、指名ビール。これ今までこれ飲んだことないぞ。これは。これ今まで飲んだことないビールだよ。確かに若干、黒ビールっぽい雰囲気があるけど、黒ビールとはもう明らかに香りっていうか、もう香りが全然違うんで。そもそもこれ原材料が全然違うんだよ。お前、普通日本のビールなんてお前、原材料、麦芽とホップ以上。これですよ。この二つ。もう初めて見たよ、これ。これ飲んで、初めて見たよ。見てみ。原材料、大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、糖類だぜ。なんだよ、大麦麦芽、小麦麦芽。お前、日本のビールなんで、麦芽、ホップ以上。もう何の麦芽かも書いてねえよ。ね？これ初めて見たよ、原材料で。大麦麦芽と小麦麦芽って。何これ？初めて見たよ。大麦麦芽、小麦麦芽って。何の麦芽かっていうのが、日本のビールって何にも書いてないよね、確かに。思ったけど。まあ、俺、実際そういうのところで働いたことないか知らないけど、ビールのところで工場で働いたことないか知らないけど、まあ大体麦芽自体俺見たことも、手に取ったこともない人間ですけどね。まあ麦の芽っていうのはわかるけども。ね。大体大麦と小麦の違いもよくわからん人間ですよ。正直。それなのお前、しっかりお前、大麦麦芽、小麦麦芽って、こと細かに書いてんだからな。すごいぜ。初めて見たぜ。原材料でお前、大麦麦芽と小麦麦芽っていうの、これだけだよ。今まで俺、本当に言うとさ、ビールでさ、ビール100種類以上多分飲んできたよ。初めて見たよ、これ。大麦麦芽、小麦麦芽、麦芽。これはマジですごい。すごいビールだと思った。やっぱりベルギーとあれだな。ベルギーとさ、ドイツ。ちょっとだって正直言ってさ、これ400円でしょ。高いっちゃ高いんだよ。確かに。だけどさ、日本のビール、日本分以下だぜ。2本買ったら、250円、250円で、250円のビール2本買ったとしたら、500円でしょ。それ以下で済むんだよ。で、その2本っていうのが、大体に、俺ぐらいの、ビールマニアみたいな、酒マニアの人間から言わせると、もう、日本のビールってのはもう飲み飽きたんですよ。味が。もう、変わり種も全くない。さっき言ったように3種類しかない。で、もう絶対飲むやつって、飲んだことあるような、味だ、で、終わるんだよ、大体。で、コメントに困るんです。で、それで250円出して、わざわざ、買ってんです。それを前に2本を、こっちに変えただけで、俺、こんだけ、本当に面白かったビールの、酒動画で今やってて、今までやっててね、ここまでこう想像して、楽
楽しかったビールって、今までこれないです。正直。これはね、コメントくださった方に感謝ですよ。本当に。これあれだな。これ、名前さらすわ。このコメントした人はもう、あれです。あれするわ。100ユッキーポイントはやるわ。100ユッキーポイントやるわ。これ誰だったっけな？誰だったっけな？ごめん、忘れた。どこにコメントした、どこにコメントされたんだっけ？ちょっと待って。あ、ありましたね。これは名前さらしますけど。サウンド IE8 さんですね。酒好きな新潟人の飲酒動画の、これは、パート1031のドライプレミアム初仕込みプレミアムにコメントくださった方です。この人が、指名ビール飲んでくれよということで、コメント来まして、で、僕が、指名ビール高いんだよな、一番おすすめの味は何でしょうか、それ一本だけ買ってくるわってコメントしたんですね。で、その方が、指名ビールでお願いしますって聞いたんで、OK っていう感じのやりとりで来てます。この人はあれですね。マジ100ユッキーポイントやるわ。100ユッキーポイント。100ユッキーポイントです。100ユッキーポイントあげます。多分今コメントしましたけど、100ユッキーポイントあげますってコメントしましたけど、多分、この動画を上げるのは多分、数日後だ。一週間後ぐらいになると思うんですけど。これはぜひ、飲んでもらいたいです。非常にありがたい。ありがたいコメントありがとうございます。100ユッキーポイントは、100ユッキーポイントはですね、僕が、実際に、予定ですけど、オフ会する予定なんですけど、東京都内でオフ会する予定なんですけど、その時に、ボクチンが、その方に、100ユッキーポイントあたり1本というよりは、おごる機会を与えます。ボクチンが100ユッキーポイントあたり、おごります。何かを1個おごります。これはでかいです。これはでかいですよ。俺人におごることなかなかないから、ね。俺人におごることなかなかない人間です。マジで。これ珍しいです。下手したら俺が飲んで、あれしたら、その人の、代金全部俺が払ってやるわ。その人だけ。その人だけ全部、俺が全部払ってやる。多分、100ユッキーポイントイコール、あれですよ。これ断言しましょう。100ユッキーポイントイコール、あなたの、その100ユッキーポイント所持した、サウンド IE8 さんの、支払い代金を、そうですね、飲み会代金、全部払いましょう。言うて飲み会代金なんて、あれだけど、上限は、2000円ぐらいだろうと思うけど、だいたい2、3000円だろう。一回の飲み会代金、全部俺が払ってる。ということで、100ユッキーポイント、ということで、ちょっと長くなりましたけど、マジで久々に美味しい、ビール飲ませていただきました。美味しいだけじゃなくて、美味しいっていうよりは、すげえ、楽しいビール飲ませていただきました。ありがとうございます。
ああ、これよかった。これはよかった。これ久々に本当にあれだな。買う価値のあるビール。本当に400円出しても、1個買う価値あるだけでだいぶいいよね。正直。日本のビールなんてお前250円出して、買う価値ねえよ。ねえようなもんばっかだもん。ただの金の無駄にちけえ。こんだけ充実した、なんていうの。時間を過ごせるんだったら、絶対俺にこっちの方がいいわ。甘み、香り、まあ、あれですかね。これは正直、飲んでもらいたいビールではあります。ただ値段が値段ですから、400円で、まあ、全くウィキペディアとか見ないで、いるんだったら多分、全くもって面白くないとは思いますけど。これただ、ウィキペディアとか見て、世界情勢っていうか、世界の、こういうのなんだなっていうのを分かると、非常に楽しい。面白いですね。まあ、今度からこれ、あれだな。日本のビールも、買わないで、海外のビールばっか買うことにしようかな。なんかバカバカしくなってきた。まあ、かといってもうすでにね、日本のビール大量に買ってますんでね。まあ、それをね、そこら辺に置いてありますんで。それを飲まないことには、あれなんで、多分、今後も日本のビール紹介していくとは思いますけど。多分、一定時間過ぎたら、多分もう、日本のビール買わなくなると思います。本当に。ということで、3345です。こちらはぜひ飲んでもらいたいですね。締めビールは、ホワイトとブルー、ホワイトとレッドは、飲みたいと思います。今度買っていきたいと思います。サウンドエイ、なんだっけ。あ、サウンドアイエイトさん、ありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。